Hey guys, this is Charles. How are you doing? Here we have Watanabe さん。はい、皆様こんにちは。リビングリッシュ始めていきましょう。リビングリッシュとは、住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール、大阪イングリッシュハウスの代表、私、渡辺秀和と、チャズが お届けする番組です。はい、チャズ君も今回で3回目3回 ?3 回目。Third time shooting, right? Today, yeah. Yeah. Are you okay? Yeah, I'm doing good. はい、今日もですね、イギリス、ロンドンから来てくれたチャズ君から、手伝っていただきながら始めたいと思います。では早速、ゲストをご紹介いたしましょう。ですね、ビブレ平方ビオルネ2階にありますメガネサロンの、オプティカルさんからですね、佐藤さんお越しいただいております。では佐藤さん、早速なんですけど英語で自己紹介をお願いします。はい、My name is Toshinobu Sato.I was a boxer. はい、I was a boxer ということで、すごいね、ボクシングやったかったんですか？そうですね。素晴らしい。どれぐらい、はい、高校の時で3年間と、はい、あと大阪出てきてボクシングジムで2年ほどしてました。ああ、そうなんですか。はい、へえ、なるほど。なぜボクシング？たまたまやね、高校時代もやり始めたっていうのも、はい。はい、まあ、なんとなくあの頃は大場正夫っていうフライ級のボクサーがいてはったんですけど、まあそういうのもカッコがいいなっていうことでまあ単なるそっちですね。はい、なるほど、はい、そういうことなんですね。わ、はい、かりました。じゃあ、元ボクサーの佐藤さんから楽しいお話を聞きたいと思います。じゃあ、はい、じゃあよろしくお願いします。 All right. So, 佐藤さん、 Where have you been around the world? はい、 Where have you been around the world?世界中どこに行ったことがありますか？まずそうですね、香港、はい、香港、それから韓国、韓国、台湾、台湾、あとハワイ、ハワイ、グアム、グアム、サイパン、サイパン、シンガポール、シンガポールとフィリピンですね。フィリピン、はい、結構行ってますね。まあまあ数だけはみんな行ったんですけども、はい、特に好きで、まあ、香港とは家族がほとんどですけど、はい、かなり回数だけは行かさせてもらってます。何回ほど、まあ、香港は20回ぐらいは行ってますね。20回で、20回、何年間で20回ぐらい？もう子供が3歳の時から連れて行ってるんで、まあ、それから高校生ぐらいまでなんで、はい、まあ、かなり、まあ、数えていったら僕自身も個人でちょっと何回か向こうへ行かなあかん時があったんで行ったこともある、うん、含めての回数になりますけども。すごい、はい、もうベテランですね。いや、そんなことない。まあ、20回目のことベテランでしょう。ね、なるほど。じゃあ楽しいお話を聞いていきましょうか。はい、はい、じゃあジャズお願いします。 So, 佐藤さん、 What was the most horrible food experience you had? Horrible food、はい、今まで食べたことの中でこう、なんじゃ、horrible、 なんか変なっていうのかな、変な experience、 変な経験というか、まあ、美味しいもんでもいいんですけど、できれば美味しくないもんとかだけ変なもん、はい、食べ物紹介してください。たまたまこれはシンガポールで行った時の話なんですけど、市場行った時ドリアンを、まあ、見つけたんで、はい、ドリアンは美味しいっていう本にも書いてたんで、これぜひ食べてみたいと思いまして、はい、まあ、ドリアンを買い求めて、まあ、もうホテル持って帰ろうと思ったんですけども、そこの売り手の方がホテルではどうも持って行ったらダメだっていうジェスチャーを言われたので、じゃあそこで食べることになったんですけど、切ってもらったんですけども、切った瞬間とてもこう匂いがね、匂いがきついのと、すごいですもんね、まあ、あれね、表現が悪いんですけど、なんか玉ねぎがちょっと自分ではなんかドロッとしたような感じで、なるほど、玉ねぎがドロッドロになるまで腐ったような、まあ自分ではちょっと食感が合わへんのでこれはいらんわっていうことで、お金は払ったんですけども、はい、一応返却しようと思ったら、隣のお店の果物屋さんがそれをもらうってことになって、僕がそこからまた珍しい食べ物やったんですけど、その時ランプタン言って、身はライチに非常に似てるんですけども、美味しく甘くたんですけど、まあ、見てくれがちょっと非常にこう毛が多い食べ物で、最初はええと思ったんだけど、その場で
開けてくれて食べたら非常にあの美味しかったんで、まあ、そこのお店とブツブツ交換ということになってドリアンとランブータンをブツブツ交換、はいはい、それはまああの食べ物では非常にこの美味しい思い出になったんですけども、赤いなんかこういうやつですね。そうですね、中身はすごい、はい、これ全然痛くないトゲですね。そうですね、柔らかいトゲになってて、はい、で剥くと白いライチみたいな、日本で有名なライチみたいな感じの食べ物ですね。そうですね、まあ、味も似てますよね、ライチにね、どっちかって非常にあの甘くてあの、ね、美味しくて、はい、あのよかった。そば逆に言えば今度逆に思い出になったんですけど、なるほど、まあ、そういうトラブルもありますね。いやいやいや、でもそんな分かんないですもんね。そうですね、初めてそんなんね、でもドリアンが美味しいって書いてあったら試してみたくなりますしね、はい、で行ったらね、はい、こんな臭いもんかともうとんでもないもんこうだなと思って一瞬本当鼻つまみますもんね、ドリアンの。I've never ever come across it。 あ、知らない？知らない、知らないか。帰って、ロンドン帰って、触るし、How do you say to look for? 探す多分ないと思う。これはね、多分アジアンフルーツだ。そう、でも多分グローバライゼーション、いやー、ないんちゃうかな。いや、わからないけどね。でも日本はね、ドリアンあるんだけど、すごく値段が高いね。か輸入してるインポートだから、あんまりいいのがなく、高いだけかな。高いだけ、うん、そうね、ランプータンもほとんど見たことないかな。ランプータンあんまり見ないね、うん、まあ、どっちかというとライチがいいですね。冷凍ライチがね、冷凍のライチ日本ではあるから、はい、一回 You should try ライチ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 、あ、ライチは知ってる？はいはいはい、有名、ロンドンにある。ああ、そう、まあ、ライチは世界中にある。そして梨も、梨もある、梨もある。ああ、そう、ロンドン、はい、ジャパニーズ梨、ジャパニーズ梨、すごいね。私のお母さんの一番果物、フェイバレットフルーツ、フェイバレット梨、yeah. 日本でも今からだよ、秋、秋、うん、インオータム、秋、うん、秋のフルーツですが、うん、ね、そうか。でもいいですね、そういうことを知って、で失敗したけどランブータンで取り返すみたいな。まあまあまあ、そういうのでね、出会い、逆にそっちに出会えたんで、よかったね、まあまあ良かったかなと、それ嬉しく思うねんけど、まあなんせ最初がね、印象が、なるほど、あのドリアンの方、ドリアンでこけてしまうっていうね。なるほど、わかりました、はい、はい、じゃあ続けて。What was the most difficult situation you have had on your travels? はい、あの旅行中にハード、大変だった思いと言いましょうか、何かありましたら、まあ、これはあの香港へ入国した時の話なんですけど、はい、子供を連れて行ってるので、はい、まあ、あのベビーカー持ってたんですけども、まあ、入国の時の、あの荷物が出てくるターンテーブルのとこから下ろしたまでは良かったんですけど、そのまま置いたまま出てしまって忘れてしまって、はい、ほんで忘れてしまったことに気がついた時に、出口が人が出てきたんで開いたので、目の前に見えたので入ったら、これがまたちょっとそこからトラブル、もう一回出ちゃったんですね。そうですね、もう、イミグレーションというか税関入って荷物取って入国してから荷物取ってその後出ちゃったんですね。そうですね、申告も終わって、はいはい、で出た後また戻っちゃった。そうです、その出口から見えたのであ取ってくればいいという簡単な気持ちでまた入ったら、はい、そこにこの、まあ、警察官がいてて、はい、ちょっと待てっていう、捕まるって言って、まあ、捕まってる捕まっちゃうっていう、まあ、またまたま航空券持ってたので僕としたら、まあ航空券見せてことなきを得ようと思ったんだけど、それでは済まなくて、まあ、僕はキャセイ航空で行ってたんで、キャセイの、はい、まあ、職員の方を、まあ、向こうが呼び出して、僕自身が全然、言葉が喋れないもんですから、身振り手振りで、あのこれを取りに来た、ベビーカーを取りに来ただけだという趣旨を言ったんですけど、それでは済まなくて、まあ、あの空港内から出されずに、なかなかあの書類を書かなあかんとかいうことで、空港職員、キャセイの職員と一緒に1時間以上はそこの場から出されなくて、挙句の果てが出口の隣に落ち着いて、
後で教えてもらったんですけども、出口の隣にそういう忘れ物を取るコーナーがあって、そこで言えば何も言えなかったんだけども、パッと取ってくれたみたいな、何も全然分からなかったもんですから、それでツアーで行ってて、もちろんツアーのバスは止まったままで、僕が乗り込んでいた時は何やねんこいつっていうのは目はされて、僕も恥ずかしかったんで、一番奥の席に座ってホテルに行った次第で、もうなんか何もなかったかのようにそうそうなるほど、いやね、本当、まあ、見えてたらね、パッと取りに行こうってなるのが人間のあれですよね。まあね、いけないこともだし、いやいや、でもまあいけないことっていうこと自体も認識してなければね、分かんないですから ね、ああちょっと忘れただけや、俺のもんやしみたいなねことですけどね、はい、いやありますよね、海外行くとそういうのありますもんね。まあまあね、なんか何かかんか のトラブルはあるんだけど、まあ楽しい旅行やったらねトラブルなしで行かないと、その日一日は嫁さんにもねちょっと機嫌悪くなるっていう恥ずかしいとか言われるんだけどなるほど、はいはい、そういうこともありますね。いや面白いですね、やっぱ海外経験が豊富なんでいろいろ出てきますね。いやいや、まあまあなんともいやいやいや、まだまだちょっと聞いてたいんですけど、ちょっと時間が迫ってきてますので、ね、今回はお店の告知に来ていただきましたので、はい、ぜひお店の告知をお願いします。はいはい、まあ、今ただいま最初にも申し上げましたけど、私枚方のビオールネ2階下りエスカレーターの前でメガネサロンをさせていただいております。まあ、周辺部にはエピオンさんとか、はい、エピオンのちょっと正面です ね、 そうですね、エスカレーター挟んで、はい、下りのエスカレーター挟んで正面、そうですね、はい、奥には、まあ、ドコモさんがあるので、あ、はいはいはい、まあ、場所としたら、まあ、分かりやすいんではないかと思うんですけど、はい、ぜひ、まあ、お立ち寄りいただければ、はい、何なりとメガネご相談にはさせていただきますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、メガネロンドンに忘れてきた。忘れました。でもいい名前ね、オプティカル。うん、オプティカル。なんか由来あるんですか、オプティカル。いや、まあまあ通常ずっと昔近鉄百貨店の枚方店で僕、はい、メガネサロンで責任者としてやってたので、まあ店出たということで、まあオプティカルをつけて、まあ少しちょっと気分一新ということでさせていただいて、メガネサロンはもともと僕よくメガネサロンさんの佐藤さんと言われてたんで、まあ、その名前はそのまま残した由来です、ね、はいはい、で新しくオプティカルの、そうですね、はい、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、では、ジェイス最後かっこよく締めれる Can you? Alright guys, be sure to visit Optical Lenses for your glassing needs and I'll catch you later. Bye. はい、バイバイ。バイバイ。Thank you.